飛行機に必要不可欠な装備、エルロン。エルロンは機体の横方向の傾きを制御する装置で、通常翼の先端についている場合が多いです。旋回を行う場合に垂直尾翼後端についているラダーとともに操作を行います。しかし旋回をするためにエルロンを使用して機体を傾けても、それに抵抗する作用が働くことがあります。場合によってはパイロットの意思に反して機体を傾けたい方向と逆に傾いてしまうこともあるそうです。もちろん現代の飛行機では対策が施されていますので、そのような事象はほとんど発生しませんが、今回の飛行機のイロハはパイロットの操作に反して作用する現象について紹介します。エルロンは左右の翼の先端部についているのですが、上下方向に反対の動きをします。例えば機体を右に傾ける、もしくは右に旋回をしたい場合、右の翼のエルロンを上げ、左の翼のエルロンは下げます。エルロンの動きと機体の動きを表すとこんな感じ。ところが場合によってはエルロンが効きにくくなったり効かなくなる現象が発生することがあります。例えば主翼を横から見た場合、通常は主翼の後ろにエルロンがついていて、この図では右端の黄色いものがエルロンになります。そして旋回を行うためにエルロンを上げた場合、エルロンによって主翼の後部に力がかかります。このケースでは翼を下げる目的でエルロンを上げた状態です。すると主翼にねじれが生じるので、主翼に向かい角がつき揚力が発生することになります。本来は主翼を下げたいのに、それに抵抗するように上向きの力が発生するのです。主翼のねじれ具合によってはエルロンによる力と揚力が均衡してしまい、エルロンが効かなくなることや、揚力が勝って主翼が上昇する、つまり意図した方向と反対に機体が傾くこともあるようです。ちなみに余談ですが、動力飛行機の発明者であるライト兄弟が開発した飛行機は、この翼のねじれを利用して旋回を行う仕組みでした。ライト兄弟はこの仕組みで特許を取ったのですが、この特許を回避するために発明されたのがエルロンだと言われています。エルロンを使用したことで主翼がねじれ、意図した方向とは逆に機体が傾く現象をエルロンリバーサルと言います。これを予防するためには主翼がねじれないように剛性を高くすることが必要です。しかし剛性を高めることは主翼の重量を増加させることにもつながります。特に大きな主翼を持つ大型機では、機体を傾けるのに必要な力が大きくなることもあり、主翼にかかる力を分散させるためエルロンを低速用、高速用と分けて設置しています。例えばこれは A350-900 の主翼の図面ですが、主翼の外側にエルロン、内側に高速用エルロンがついています。離陸直後や着陸前などの飛行速度が低い時には舵が効きにくいこともあり、エルロンと高速用エルロンの両方を用います。同じ動作をするので2つで1つのように見えます。離陸後しばらくして飛行速度が速くなってくると、主翼の剛性的に不利な位置にある外側のエルロンは使用せず、高速用エルロンのみを使用します。ボーイング767では主翼の外側にエルロンと主翼の内側に高速用エルロンがついています。この高速用エルロンはインボードエルロンとも呼ばれます。エアバスとは高速用エルロンの位置、形状が異なるのが面白いところです。さらに777や787では高速用エルロンにフラップの役割を持たせ、フラッペロンと呼ばれるものになっています。フラッペロンは
フラップが展開するのと同時にエルロンも下がってくる光景を見ることができます。エアガス機の場合もエルロンにフラップの役割を持たせ、フラップの展開とともにエルロンが下がり、低速時の揚力の確保を行っています。エアガスではフラッペロンとは呼ばず、普通にエルロンと呼んでいるようですが、このようにエルロンにフラップの役割を持たせたものはドループエルロンと呼ばれることもあります。ただしエルロンの動きを見ている限り、フラップの展開角が大きくなるとエルロンのフラップ的な役割はキャンセルされるようです。前哨では主翼のねじれが原因で発生するエルロンリバーサルについて紹介しましたが、それ以外にもエルロンを使用することで旋回を阻害する作用が発生するので紹介します。エルロンはこの図のように上下に動かすことが可能です。飛行中は主翼の上面の気圧が低く、下面は気圧が高い状態。この場合エルロンを上げても下げても抵抗が発生しますが、気圧が高い場所にエルロンを出す、つまりエルロンを下げる方が抵抗が大きくなります。エルロンは左右で逆方向に動作するものなので、片方のエルロンが上がれば他方は下がることになります。この図では右旋回するためのエルロンの動作となっていますが、右側より左側の抵抗が大きくなり、機首が左を向いていくことになります。このような現象をアドバース用と呼び、ラダーを用いて機首の向きを調整しますが、機体側でも対策を行っています。まず抵抗が大きくなるエルロンの下方向の波動域を制限すること。これによりエルロンが下がった時の抵抗が大きくならないようにしています。2つの画像を比較すると、エルロンの可動域が上側の方が大きくなっているのがわかります。このようなエルロンを作動補助翼と言います。もう一つは抵抗が少ない側の抵抗をあえて増やすことでバランスを取る方法。この画面では分かりにくいですが、左旋回するためにエルロンを上げるとともにスポイラーをわずかに開いて抵抗を増やしています。上がスポイラーをわずかに開いた状態で、下がスポイラーを閉じた状態。このように細かな動きが可能なのはフライバイワイヤーの賜物ですね。デバイスのわずかな動作で機体の体勢が大きく変化するなど、飛行機は繊細な乗り物だということを感じずにはいられません。もし飛行機に乗ったとき翼の見える席だったなら、エルロンの細かい動きなどを見てみて、今どのような状態なのか想像してみると面白いかもしれません。